印象很深刻，就是这样的梯田可以养活、哦、一家人，那梯田的生产力让他印象非常深刻。那当然，后来因为农药、化肥等等的引进，就所谓惯性农业哈、哦，对农村的环境的确造成了一些冲击。那但是也引发了他的一个学习研究的兴趣，所以他到了大学，他是毕业于佐贺大学哈、哦，那个也是农学院。那专长就是去学习那个作物的保护、作物的栽培啊。那1965年左右毕业之后哈、哦，就到了德国拜耳公司在日本的一个分公司，那专门来研究哦怎么样一些农药、除草剂可以对环境比较减少伤害。那20年前左右他退休之后呢，就担任同田学会非常重要的那个理监事，那也担任那个他里头有一个就是研究部门的主任，好，那现在是副理事长。那他要报告的这个主题呢，其实非常适合我们下午来聆听，下午通常吃了饭之后比较会听不下太硬的东西，但是我们韩景先生他的大的兴趣爱好，那就是感受于梯田的美，很喜欢摄影，所以他会用他自己的作品来介绍他在日本甚至中国甚至印度甚至东南亚很多地方所拍摄的一些那个梯田的景色，然后进而来跟我们谈日本那个梯田他的过去现在未来，特别是梯田白雪跟世界农业遗产这样的主题。那我们欢迎安井诚先生。皆様こんにちは。ニハオ。今日は私に、こういうタイトルで話をするようにという機会をいただきました。ありがとうございます。今天可以让我针对这个主题来跟大家做分享，我觉得很开心，谢谢大家。本題に入る前に一つご挨拶申し上げます。これは 2週間前に日本で起きました豪雨災害の新聞記事です。要进入本题之前，我想要先跟大家分享一个两个礼拜前发生的日本的大豪雨的灾害。これは家が2階まで水に浸かった写真。这些房子都被淹到二楼了。こちらはたくさんのところから地滑り、山崩れが起こった写真です。山坡上面也有非常多的土石流的现象。このようなことで大変私ども胸を痛めておりますが、早速にも台湾の蔡東總總統氏をはじめ多くの方々からお見舞いの言葉、義援金というのをいただいております。这件事情我也很心痛哈。虽然如此，但是这件事情引起了我们台湾的蔡总统，还有许多台湾的朋友都传递了这些安慰的信或者是资源的金钱，我感到非常的感谢，也要利用这个场合来跟大家致意。これで大変地元の方々は力づけられております。那这件事情在地方上，每一个人其实也都非常认真的合作，要把这个灾难减到最轻的状况。私は政治家ではありませんが、ここで皆様にお礼申し上げます。ありがとうございます。我不是政治家，但是我觉得这件精神很感人，所以我要借这个场合跟大家举个躬，谢谢大家。
さて本題に入りますが、今日は私は写真を中心に四季の棚田、棚田の四季、春夏秋冬の棚田の風景と、そこで出会った野の花、里山、歴史などなどということを8項目話させていただきます。今天我要跟大家分享的是梯田的四季，春夏秋冬的野花，还有梯田的历史跟它现况，还有它面对的这些课题，来跟大家做分享。最初は四季の棚田です。那最刚开始是用四季来介绍梯田。日本の雪国では。棚田の春は雪解けから始まります。那日本是一个雪国、那我们就从最北边来开始介绍。ここは全部棚池で田んぼ、棚田ではありません。这些都是蓄水池，并不是水田。ここで雪が溶けて次の段に行って少し温まり、次の段に行ってもう少し温まり、それからこの下の方にある棚田に行って米が作られます。这些储水池其实在冬天的时候都是冰块 解冻的，然后慢慢的到春天，慢慢的从最上面的池子开始解冻，然后水就流到下一个下一个蓄水池，然后再慢慢的解冻，再慢慢的流到下一个蓄水池。雪のない地域では2月頃から雑草の野焼きなど田植えの準備が始まります。那在没有下雪的地方，大概从2月开始就要开始来整地，然后除草。私は生き物が大好きですので、生き物の写真も少し。我对于生物是非常感兴趣的，所以我会拍了很多的生物来跟大家分享。これは春を告げるカエル、日本赤ガエルと言います。这个是报告春天的青蛙，它的名字是日本刺蛙。大変声が綺麗で。キュッ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 と鳴きます。他的声音非常好听，就像刚刚这样子。少し暖かくなりますと、野の花はこういうものが咲きます。大犬のふぐり、種付け花。種付け花というのは、もみの種を、これが、この花が咲く頃には、そろそろ種をつけ、水につけて田植えの種まきの準備をすると。いうシンボルの花であります。那这个花的名字哦，最边边那个叫做大犬的英男哦，那在我们台湾是翻译成阿拉伯婆婆那，也就是台北水库满。然后旁边那个是我们翻译成玉山筷子界，但是日文呢，它的名字叫做有种子的花。那那个种子什么意思呢？那个意思就是应该可以去播种了，等到它开的时候。そうしてだんだん3月頃ということになると桃の花が咲いて緑も濃くなってきます。到了3月的时候桃花就会开了。もういよいよ田植えの間近。那再来就是更上面的田的景色。山桜がとっても綺麗な季節です。那山的颜色变得非常的漂亮。ここにシンボルの 山桜がありますが、これを撮ったらこういう写真です。那刚刚的那个三角的那个象征的树呢，就是这个山樱花。この頃にはこんな花が咲きます。あずま一芸、片栗、二輪草、一輪草など春の花です。然后呢就会开始开这些花。这个花呢其实在我们台湾是看不到的，它叫做冬一华，在东北地区有。
然后再来就是它叫做卡塔古利，像猪的牙齿哈，我们叫做猪齿花。然后再来是什么一轮花、二轮花这样。いよいよ田植えのシーズンになりますが、ここでおじいちゃんとお年寄りのご夫婦が田植えの作業を始めています。你们看得到吗？在那一块梯田上面有两位是おじいさん、おじいちゃん老公公跟老太太在那边耕作。まだところどころ雪が残ったりしております。然后四处还可以看到残雪。お年寄りご夫婦の田植えですね。那这就是刚刚看到的那个夫妻的样子。山ツツジ、二人静か、一文字鳥などが飛び回ります。三杜鹃啊，然后那个叫做四叶莲，日语叫做两个人很安静，就是那个阿公跟阿嬷这样子。然后还有一文字蝶，蝴蝶哈。これは田植えが終わった海辺の棚田、夕日の景色です。那这个是夕阳。对应在海面上，然后在梯田上面的景象。海がないところでも、稲がだんだん大きくなってきました。那没有海边的地方的梯田也是一样，水稻就慢慢的长大。これは海辺の棚田で、田植えをして3週間くらい経ったところです。是在海边大概种下去之后三周的时间的样子。この頃に咲く野の花。在这个季节就会开出龙胆啊这样子的花。フデリンド、レンゲ。还有蓟啊，还有紫花锦菜啊，还有那个红花三叶草。野原あざみ、立ちつぼすみれ。在远远当中到处都可以看到这样子的景象。そうして6月になりますと雨季、梅雨と言います。到了6月呢就是雨季了，是梅雨季。雨模様のところで稲が育っている風景です。那在雨中那个稻米也是渐渐的在长大。これも同じ時期の風景です。这也是大概这样子的时节的景色。この頃にはこんな花が見られます。在这个时节就可以看到像这样子的那个叫做栀子百合哈。稚子ユリ、これは花ではなくて実ですが、もみじいちご。歩いて行って見つけて食べると美味しいんです。旁边那个是悬钩子哦，在日语的语言叫做红叶梅子，所以呢，这个梅呢是可以一边走一边摘下来吃，非常好吃。ホタル袋、オカトラノなど綺麗な花です。那那边的那个叫做萤火虫的袋子哈，我们叫做风铃草，然后再过来这一边是那个三缸的虎的尾巴哈，那我们叫做矮桃。これは雨季が明けてカンカン照りの時の棚田です。这个时候一段一段的梯田的样子。これはもう少し過ぎたところの棚田です。这个是刚刚在走过去一点点地方的样子。この頃にはこんな花が咲きます。一薬草、山百合、小松菜などです。那这个时节开的花哈，就有这个一药草，然后还有三百合，然后还有马蹄，还有那个野雌菇这些花。そうしてそろそろ稲の穂が出る頃になりました。ここら辺はもう出始めているという、これも田んぼも出始めているという時期です。那当这些花在开的时候，我们的水稻田也在开花了。そして実りの時にをだんだん迎えてきました。所以就到了要成熟的季节了。これも実りの時の棚田ですが、这些也都是成熟的时候的样子。
これのここら辺からこちらの方、海の方を見ますと、こういう風景に見えます。从刚刚的那个十字路口看下去，就会看到海边的样子。こちらの方から上の方を見ますと、こういう風景です。そうして山の中、中山間地域の典型的な棚田でも秋を迎えました。那像这样子在山中间的农家呢，就可以感受到秋天已经来了。棚田での稲刈りです。小さな機械を使っています。在梯田里面用很小的机器来收割。ここでは。こういうふうに、はざかけと言いますが、ここで乾燥させるという作業です。那在这里是做一些干燥的作业、把这些稻谷、架在田上晒。ところによっては、ここでは一段ずつかけておりますが、ところによっては何段も重ねてかけるというところもあります。有些地方就是用一层的干燥方法，那有些地方就分了好几层这样子叠上去的干燥。秋の花です。釣り鐘人参、溝そば、菊花の野の花もたくさんあります。那再下来就会开了很多像吊钟、沙参这样子，还有那个勾荞麦，然后还有一些泡黄金菊，还有关东榨菜这样子的植物。釣り船草、キバナ秋切り、キノコも、野生のキノコは秋の、秋の植物です。那像吊船花、然后黄花、泡桐、然后还有、那个香菇、还有夹米、这些都在开花。これはガマズミと言いますが、食べてみると爽やかな酸味が美味しいです。这是可以吃的哦，吃起来的话有一点点的好吃。そして、影、乾燥をしているところ、こういうやり方をやる地域もあります。那干燥的方法有很多种，有些地区是用这样子的方式在干燥的。もう稲刈り、収穫が終わって、脱穀が終わって、農家の、ご夫婦が藁の整理をしております。那等到他谷都脱了之后，然后农家的人就会把这些稻梗这样子堆积起来。これは棚田ではありませんが、ちょっと一息入れたところで干し柿を作っておりますが、台湾でも干し柿やりますか？はい。这个并不是梯田，但是这个时节在日本就可以到处看到农家们，他们把那个柿子挂在门口，在干燥的样子。秋も深まってまいりました。那这也是秋天的景色。この頃に咲く花というのは割れ目こう、割れ目こう、お山牧地林道。これは、オオミノムシガの、の幼虫の越冬の風景です。こういう準備をもう始めました。那这个时节看到的花有那个无翼红哦，它是红色的，然后还有熊山火口，然后还有刚刚有龙胆，然后还有一个碧寨蛾的那个碧柿这样子。その後、初雪が降った風景です。那这个是初雪的样子。日本では年末からお正月、よく餅を食べますが、餅つきの風景です。日本的话、在年末的时候、还是一年的刚开始的时候、就会这样子捶那个、餅。然后这是农家、很常做的事情。実際の餅つきを知らない都会の子供たちが、おお、こんなにして作るのかと、感動して見ているような風景です。那有一些都市的孩子、他们从来没有看过倒麻糬。
这种事情，所以他们一边看的时候都会一边发出惊叹的声音，哦，是这样子做的。次，いよいよ年末の雪が深い棚田です。那到了深冬天的时候，就会有很厚的雪堆积在梯田上面。これも年末の棚田です。这都是年末的时候的样子。これが2月一番寒い頃の棚田です。1メートルから2メートルくらいの雪が積もっています。这是2月雪最厚的时候的景象、大概厚度有1公尺到2公尺这样子的厚度。これはもう春に近く雪解けも始まって、光もやや春の明るさが感じられます。那这个是雪开始融化了，然后可以看到那个光线这么的温和的景象。今たくさんの棚田の写真を見ていただきましたが、実は棚田だけを見ていただきませんでした。さ、広く言えば里山という風景を見ていただきました。刚刚给大家看了很多梯田的照片，实际上我想传达的是里山这个概念。里山というのは棚田があったり、林があったり、草原があったり、小川があったり、民家の作業小屋があったりします。那在里山就包括了森林啊，包括了野花野草，包括河流当中的生物，还有農民居住的環境。生態が非常に多様ですので、たくさんの生き物を育むことができます。它的生態性是非常多樣的、所以有各種各樣的生物存在当中。ちょっとまとめますと、里山というところは、地域住民が暮らす集落、村、田んぼ、畑、果樹園、雑木林、草、小川、ため池などが一つながりになった場です。那里山、说出来就是一个居住的居民的生活的空间，那是一个聚落，包括了有田啊和甜水田，还有是果树，还有杂木林草地，小河川，还有蓄水池等等，其实就是一个连接在一起的一个场合。言い換えますと。先祖たちが長い年月をかけて自然に働きかけ出来上がった日々の暮らしの場と言えると思います。换一句话来说，也就是我们的祖先经过很长年的岁月，在这个自然环境当中工作的地方，然后每天的生活在这边创造出来的生活的场合。これは典型的な里山の春と秋の風景です。这个是我们非常典型的里山的样子，一个是秋天，一个是春天，一个是秋天。これも同様ですが、古い民家がずっと棚田を取り、田んぼを取り囲んでいる時の春と秋の同じところの風景です。这两张照片是同样一个地方，它也是反映了我们从长久的历史之前就居住在整个田地的当中。然后春天跟秋天的景色。そこで棚田の歴史ということも宿題としていただいておりますが、棚田の、稲作の起源は中国の長江中下流域で6000年くらい前に始まったと勉強しております。那梯田的历史呢？我们首先要介绍稻作这个历史，它是在6000年前。从中国的长江中下游这个流域附近开始诞生的。日本に稲作が伝わったのは2500年から2000年頃前だと勉強しております。根据我的调查，在传到日本以来，这个稻作的历史其实只有大概2500年到2000年前这样子的历史。だけど最初は棚田でお米を作ったのではなくて、川原の氾濫源などで作ったのだろうと思います。
我认为最初水稻田并不是在梯田上面耕作的，是在河川旁边泛滥的冲击平原开始做的。では棚田がいつ頃始まったのかというのはよくわかりません。しかし古い文献で棚田という言葉が出てくるのは1338年。那梯田到底是什么时候开始的呢？大概有1000年前吧。我从研究的那个文献里面看到，最早写出梯田这两个字的是在1338年。これから、勝手に推測して約1000年くらい前に始まったのだろうと思います。那写的人应该是这件事情更早之前就做了吧。では、棚田はいつ頃まで作られたのかということが、次の課題です。那接下来的话题想要讨论的是、那梯田到底是在什么时候开始扩大应用的呢？この棚田はかなり新しいと言われておりますが、石垣で今作られている棚田では一番高さが高い石垣で 8.5 メートル。那从这个梯田我们可以看到啊，它的那个砌墙哦，大概是最高的就是有 8.5 公尺。この高い石垣の秋の風景です。在这么高的砌墙，还可以看到秋天的景色。そこの棚田の石垣に、これは見にくいと思いますが、昭和10年各自なりと石に彫ってあります。哦，从这个砌墙上面可以看到有人刻字，刻的是昭和十年的情况。昭和10年というのは1935年です。昭和10年是1935年。ここで1935年に作られて上の方にも下の方にもありますから、私が推測して1940年頃までは作られただろうと思っています。根据上面的刻字，然后它的上下都还有很多的梯田，所以我的推论大概在1940年左右就完成这个样子的景色。今綺麗なところを中心に見ていただきましたが、山地先生のお話にもありましたように、現状というのはそう甘いものではありません。はい。根据早上的谈论梯田的事情哈，那我们现在要来看他面对的现在的现况是怎么样呢？まず過疎化、人口が減ってくる、高齢化、若者が都市に流出する。那最先的就是人口都过度的不集中了哈，然后年龄也越来越高了，然后年轻人也都往外面去找寻就业的机会。次は日本の人たちがお米をあまり食べなくなってきて、米が余るようになったということです。那再来的问题就是日本人已经不大想要吃米了，所以生产要做一些调整。次は経済原理に従って効率化、規模拡大と言っておりますが、棚田はなかなか困難です。那在过来的就是因为在梯田生产很没有效率，所以要如何让它的规模扩大一些，让它的产量更多，这些课题都是很难的。こういうことから、棚田地域の活力というのは年々低下してまいります。那因为上述的这些困难点，所以在梯田的生产活力就越来越变不好。一つ、二つ現実的な風景をご紹介いたしますが、これ富士山です。那介绍一个现实的例子好了。上面后面那个山是富士山。富士山が見える棚田として有名なんですが、お米を作っているのは約半分。那这个梯田是很有名的、因为这个梯田可以看得到富士山。但是呢，真正的在生产稻米
到一半。ここはお花畑にしております。はい。下面就已经变成是花田了。ここは何にもしていませんが、誰か作ってくれませんかと待っています。那一块田是整个都没有人在经营，所以他们还在等说有谁要来这边投入力量。これは今年の9月、棚田サミットが開かれる小谷村の棚田です。这个是今年9月要在这边办理的梯田高峰会的现场。黄色い部分がお米を作っているところ。黄色的部分是已经要成熟有在栽种的地区。白いのはそばの花です。那白色的是荞面的花。荞面。ここら辺は耕作放棄になっているところ。那上面的部分是已经放弃耕作了。ここら辺はもう山に戻っているところです。那那边的角落是已经回到森林了。こういう風景も時々出くわすことがあります。像这样子的风景也常常会被看到。こういう棚田地域の現状の背景には、東京一極集中、人口の 10% が国土面積の 0.6% の東京都に集中している。那梯田他现在遇到的状况是因为人口过度集中在东京，东京的人口是全国人口的10%，但是它的土地面积却只有0.6%。先ほど過疎と言いましたが、逆にこちらでは過密ということになる。相对于农村的过度的疏散，这边是过度的集中。この後の2つは先ほどのスライドでも少し説明しました。那这样子的情况在刚刚的投影片上面也有做说明。日本の人たちが一番お米をたくさん食べたのは1962年。那日本的米的生产在1962年的时候是达到产量最高的时候。118キロ。有118公斤每年。一人当たり。每一个人。ところが、だんだん経済発展とともに、パンを食べたり、スパゲッティを食べたりして、お米の消費は減ってまいりました。但是因为时代的转变、大家已经开始吃那个面食啊、吃意大利面啊、所以每一个人每年消费的米的量就开始急速的减少。現在では約半分ですね。現在的人呢、每一個人大概平均消費過去的一半而已。ここで1971年に日本政府は米の生産量を減らそうということで減反政策というのを始めました。所以在1970年代左右、日本政府就開始来做一個生產量的調整、開始来減少產量。その一方、荒れていく棚田に危機感を持って保全しようという動きも出てまいりました。那在这个情况之下、荒掉的这些梯田呢、也感受到危机、因为已经要生产做调整了、所以大家就开始来、想办法、想要保全这个梯田的景色。それは1990年代から、約30年前からです。大概30年前开始就开始做李三这样子的活动。午前中のお話で山地先生からご紹介がありましたので詳しいことは飛ばしますが、一番下の里山イニシアティブ、これは2010年から始まっております。今天早上像山路教授所提的很多的选美的活动，从政府开始着手在推动，但是呢，我们也在2010年的时候开始来进行李三倡议这样子的活动。日本政府、国でも棚田を守ろうというようなことで、新しい
補助制度、支払い制度というのを始めたのが2000年からです。那从政府开始觉得我们必须要提出一些补助金啊一些政策啊是在2000年的时候。中山間地等直接支払いというのは棚田、旧傾斜地で、21,000日本円 10R あたり、台湾のお金にしますと21,000だけですから7000台湾円パー 10R 約です。おおよそ大概这个如阿鲁大概是330亩啦，每330坪，每330坪呢比较极倾斜的地方政府就会补助21,000日元，大概台币的7000块左右哈。その他に多面的機能支払い、環境保全型農業支払いなどというのがあります。那除了直接补助钱之外，政府也对于多机能的这些水道啊，或者那个道路啊，或者是地区的准备啊，这样子的工程也会对它做投入。この制度を有効的に活用するのは大変複雑で。要把水道这个道路哈，把它做好是一个很复杂的工程。市町村の担当者のサポートが必要です。所以这个工程必须要有市厅政府更小的机构每一个行政单位的人出来一起配合。その他に。棚田保全活動というのを具体的にはどういうのがあるか、棚田オーナー制度、午前中にお話がありました。それから観光資源としての活用、オーナー制度までいかないけど棚田、お米作りをしてみようというようなことなどがあります。那其他还有要保护这个梯田的许多的活动，譬如早上有介绍的那个梯田 owner 的制度，还有怎么样去连接观光资源来活用它，或者是怎么样让都市的人来体验农作这些活动。こういう活動によりまして、都市の一般消費者を棚田のファンになそう、理解者を増やそうというような試みです。那这些活动都是为了要让都市的人更去理解。这个梯田跟里山，让他们成为里山粉丝或者是梯田粉丝的一个重要的连结。棚田オーナー制度はもう午前中にお話がありましたが、ちょっと触れますと、これはいくつかの棚田のオーナーが田植えをして、この田んぼ広いところを田植えしている。ここはまた別のグループが田植えしているという風景です。那这个 owner 制度呢，像这样子一个梯田小小的面积，就有那么多的 owner 在同时加入活动，还有支援者。那下面那一块梯田又是另外一个组织，所以每一个小区块都有很多人在参加。田植えをした後は農家で、この田んぼの面倒を見て、よく均一に育っております。那大家耕作了之后，农家的人就要后续来怎么样整理啊、除野草这些活动是每天都要做的。これは稲刈りの風景です。好不容易到了可以收获的季节了。もうたくさんの説明はいりませんが、棚田オーナー制度は、地域住民が棚田地域を訪れ、都市住民がですね、棚田地域を訪れ、農業体験をしたり、気持ちのいい風景を眺めたりするという、都市農村交流の具体的例です。像这个梯田 owner 制度啊，就是让都市的这些居民呢，可以到这个梯田来体验，然后可以来这边休息，然后远眺流汗，做了很多的资源，梯田可以继续存在的活动。
年会費は日本円で2万円から3万円で、秋になったら新米を10キロから20キロもらうという例が多いようです。如果你想要当一个owner 的话，年费呢，有的地方是2万日元开始，一直到3万日元都有。オーナー制度はいい制度ですが、これを立ち上げるまでの準備というのが、会員を集めたり、田んぼを準備したりするのに、地元の農家の負担も大きいという裏の事情もあります。虽然这个 owner 的制度看起来是很好，但是实际上要推动它背后的努力很多很多，特别是要去召集那么多 owner 哈，然后还要再把田整理好哈，那每一个农村的很多的农民要聚会起来，还有自治政府啊，大家都要一起来合作，是背后有很大的工程。そこで、オーナー制度まで行かなくてももう少し簡単に棚田 での米作り体験、農業体験ができないかという例を紹介します。那オーナー制度真的是太繁重了，那也有简单一点的，就是纯粹单纯的只是来体验农作的活动也有。この写真は午前中に山地先生からご紹介がありました。ところから少し、失礼しました、ちょっと言い換えます、これは私が山地先生が紹介ありました棚田ネットワーク、ここで棚田で遊ぼう棚田で学ぼうというプロジェクトを私が担当したことがありました。这个照片是根据早上的山路老师的计划，然后我就从那边来编排一个活动，叫做来梯田玩，来梯田学习，当时活动的一个景色。私がこの農家のおじさんと仲が良かったもんですから、ここの田んぼで田植えをさせてくださいと頼みました。那我因为对于这一块梯田的主人，就是刚刚圈圈的那位红色衣服的农民，跟他感情很好，然后跟他拜托可不可以让出一块地让我来办活动，然后他就一口答应了，所以我们就在那边办活动。50人くらいの人たちと一緒に行って田植えをしました。大概我们召集了50个人左右一起在这边体验农作。この農家の人に、体験料として払うのは一人1000円。然后我们每一个人都付给这一位红衣服的农民1000块的体验费。350块。そうしてここで棚田で遊ぼう学ぼうということで、ずっと田植えをするときにこの農家のおじさんはこの参加者に一株4本から5本の苗を植えるんですよと指導してくれました。在这个活动缴了350块台币哈，那农夫就在旁边指导他，每一个人大概只种三枝到四枝这样。そこで遊びです。这是一个游戏。次はこの列は苗を一本ずつ植えよう。次は二本ずつ植えよう。次は三本ずつ植えようという遊びを少し入れました。那当中也有搭配游戏，第一列只种一。然后第二列种两株，第三列种三株，像这样子的游戏。ここで参加した皆さんにお米クイズを出しました。種もみ一粒から何本の苗ができるか、一本、五本、十本。在这个游戏当中，还有对米的问题的提供。譬如说，
一颗种子大概可以一个苗大概可以长出多少种子次は一本の苗を植えたら何本の穂ができるか一本五約五本約十本那再来就是一株的话可以长出几个稻穗是一个稻穗还是五个稻穗或者是十个稻穗次は一本の穂に何粒の米が実るか約十粒約五十粒約百粒然后还有一个问题就是一个稻穗的话大概可以有几颗米会成熟是有十颗呢还是五十颗还是一百颗答えは秋に出るわけです。那想要知道答案的人、秋天再回来。そうしましたら、この田植えを終わった後に、この周りの田んぼの生き物観察会をやりました。那活動結束了之後、还有要去观察、这个田附近有哪些生物。この珍しい土壌が見つかりました。仏土壌と言います。那这个很稀有的泥鳅啊叫做和尚泥鳅。これが普通の土壌です。台湾でも同じでしょうか。然后旁边那个泥鳅又是不一样的哦。台湾是不是长得类似的有呢有呢これは絶滅危惧 1B。近い将来、絶滅の恐れが高い。这个泥鳅是被编为濒临绝种的一逼就是在很近的将来就会绝种了。その他にカエル。那另外也有青蛙的观察。日本ヒキガエル、東京ダルマガエル。日本アマガエル、シュレーゲル、アオガエル。那当中有日本的蟾蜍，还有东京的那个达摩。蛙，然后还有日本羽蛙，然后还有日本的刺蛙。これでこの田んぼのカエルは5種類ということになります。前に春のカエルが一ついました。刚刚的那一块田其实有五种类的青蛙可以被找到。これは水生昆虫。这是水中的昆虫。水生昆虫の王様タガメです。这个它也是有濒临绝种的威胁田边。これも絶滅危惧 1B。它也是 1B。これはいつも背泳ぎばかりしているマツモムシ。这个是仰泳虫，它一直都是这样子仰着天空在游泳。これはゲンゴロウ，こちらは太鼓打ち。那中间那龙狮哦，日本叫做元武郎哦，然后最边边这是红娘华。これも新しく 1B になりました。那红娘华也是濒临绝种 1B 的危险处境。そうして、秋の稲刈りまでと言いましたら、参加者の数名が秋の稲刈りまで待てない途中で見に行きたいということで、夏見に行きました。刚刚的那个问题发出来之后说秋天再回来找答案但是参加者这五十人当中有很多人都没有办法等到秋天在夏天的时候也都跑回来看就对那个田很有情感これが一本植え二本植え三本植えです那在田上面你就可以观察到他们这一列种一棵的那一列种两株的那一列种三株的他们就可以去观察有什么变化この夏、珍しいトンボがいます。世界で一番ちっちゃな種類のトンボです。八丁トンボと言います。那在夏天的时候就看到了这个世界上唯一可以在这边找到的八挺蜻蜓哦，它是世界上最小的蜻蜓。これがオス、これがメス。大きさはこのくらい、体長16から18ミリ。那雄的蜻蜓跟雌的蜻蜓。还有它的体长的大小大概 1.6 公分而已。こういうのを見ると、特に子供たちは大喜びをします。那看到这样子这么迷你的蜻蜓，小朋友都会非常的开心。いよいよ稲刈り、この同じ田んぼです。好不容易等到这一块田可以收成了。そして干しております。那
大家一起再亮那个收成的稻子。答えが出ました。那答案就出来咯。一本植えで約10本の穂が出ております。那只种一株的话可以长出10个稻穗。だけど日本植えにしても20本にはなっていません。但是如果种两株的话并不会达到20个稻穗。日本植えで14から15本。种两株的情况只能够长出14、15只稻穗。三本植えで16本から17本でした。那种三株的话答案只有大概16到17株的稻穗。これが答えですね。哦、这就是那天的答案。これを見て、参加した子供たちが、あ、一本の、一粒の稲、種もみから、10本出て、100粒くらいついておりますから、1000倍になるのか、びっくりした。こういうのを、棚田で遊ぼう、棚田で学ぼうということでやってみました。小朋友对于这个答案都感到 很吃惊哦，因为一颗种子只能长出一只稻穗哈，然后一个稻穗大概可以长出十只的那个一株稻子可以长出十只的稻穗，然后如果十只的稻穗是不是有一千个种子这样子很兴奋。こういうことで都市住民がオーナー制度や棚田の体験米作りなどで交流を図るという保全の仕方がありますが、また別の角度から保全しているという例を一つ紹介いたします。那像这样子的例子，可以让都市的居民可以了解到，种作的知识啊，还有它的乐趣。那我后来也会做很多类似这样子的游戏，来引诱那个都市的居民参加。これは長野県の、田の口沖というところの棚田で整然とした田んぼが並んでいます。那这是在长野县的长野市的一个地区的梯田有几千个那个田。非常に恐縮ですが、これが1970年の航空写真です。这个是非常厉害的，在大概1971年左右拍到的从卫星空中拍摄的影像。ここら辺に小さな田んぼがたくさん並んでいるというのがご覧いただけるでしょうか。那我们可以看得到，在那个边缘的地方有非常密密麻麻的梯田。71年から。国の生産調整が始まりましたが、その前、この棚田をこの集落の人たちはどうしようかと話し合いを始めたそうです。在1970年左右的时候、政府开始要准备这些梯田。那住在附近的农民其实都很担心、他们对未来都很恐慌。一つの意見は、もうこんなところで米作りは難しいから、だんだんやめる人からやめていこうという意見です。那有些人就提出一些意見说、因为很难种作、生产率不好、所以我们是不是就放弃种作了呢？もう一つの意見は、ここを構造改善事業と言いますが、大きな田んぼに作り変えて、なんとか棚田を守っていこうという活動です。那另外一种声音就是，我们经过这个构造改善事业，把比较小的梯田把它弄成比较大的梯田，让面积增加。意見は二つに割れて、大変まとまらなかったそうですが、ついに、構造改善事業をやろうということになったそうです。这两方面的意见其实很难整合，花了很多的时间跟精力，讨论 很多次，最后是决定要做构造改善的方式。そして約1300枚あった田んぼを271枚に作り変えた。
所以最后有1300个梯田把它整合之后重新制作变成271个梯田。そして、ここはこのように山に囲まれておりますので、一つの品種を作るとなかなか他の花粉が混じらなくて、種もみを作るのにいいのではないかというアイデアが出たそうです。那因为它的地形关系，他们被圈在这个山谷当中，所以他们认为他们的稻米的品种应该可以跟别的地方不一样，所以他们就开始发起来保护这样子的品种的运动。現在は関東でも有名な種もみの生産地になっております。那现在长野县的这一块梯田变成在关东地区都非常有名的这种源这样子。種もみは普通のお米よりも高く売れますので、一つの自分たちはやってよかったと言っています。那因为这样子的品种是在其他地方没有的，所以他们可以卖的比较好的价钱。那当地的农民也很高兴说当时花了那么多时间讨论的结果是赢了这样子。次は世界農業遺産についてご紹介いたします。接下来要介绍世界农业遗产。世界農業遺産は FAO が掲げる政策です。那个世界农业遗产哈是从这个组织公告出来的几个基本的认定的标准。キーワードはここの5つ、食料及び生計の保障と生物多様性、その他とこありますが。啊，那这五个主要的项目是要保障粮食跟生计的情况，然后再来就是保障生物多样性跟生态系，还有保障这个知识系统可以更加的技术比较好一点。少しキーワードだけではなくて、基本理念を文章化してきますとこういうことになります。第1番、地域の食料及び生計の保障。これは地元で食べるだけの食料はできるだけ自分たちで作って、しかも生計が成り立つような収入があることということです。那具体的来说明就是刚刚讲的，粮食的保障是保障这个地区的人都有粮食可以使用，然后保障这个地区的人都可以有生产的机会。次は豊かな生物多様性と多様な生態系を保つということです。那再来就是保障有生物多样性的存在，还有保障那个生态系可以有多样化的生物。次は地域の伝統的な知識と経験があるということです。那再来就是各个地区都有他自己传统的知识跟经验可以传递下去的事情。次は地域の文化や価値観を地域の人たちが共有しているということです。接下来是这个地区有特殊的文化，然后地区的人有共同的价值观，然后保障这一件事。次は人間と自然の相互作用による美しい景観が将来も維持保全されるということです。那再来就是人类跟自然的交互作用，然后在这个景观可以现在使用，未来也可以持续的被保存下来。これで2018年現在、世界で20カ国50地域が世界農業遺産に認定されています。一直到2018年现在哦，参加世界农业遗产的国家有20个国家，然后有50个地区加入。日本では11地域、そのうち棚田に関係が深いのは4地域です。在世界农业遗产的会员加入的区域，日本有11个区域，其中有4个是跟梯田很有关系的。最初はトキという野生の鳥。
これと共生する佐渡の里山。第一个就是跟诸鹿这个野生的鸟类可以共同生存的里山。次は石川県の能登地域の里山と里海です。再来是石川县的能登它的里山里海。次は宮崎県高千穂椎葉山地域の山間地複合農業です。再接下来是宫崎县他们在山间地区复合式的有农业跟林业的系統。次は持続可能な水田の農業を支える大崎高度というところの伝統的な水管理システムです。接下来的是宫崎县的一个传统的水资源管理的系统，可以永续的使用。この地図を混ぜながら話をすればよかったのですが、最初は時と共生する佐渡というのはここです。那第一个跟那个诸鹿可以同时生存的地方就是在这个岛。次は能登の里海里山。ここ。能登是在这个地方。次は高千穂、椎葉山の山間地農業複合システム、宮崎県ここで。再接下来第三、这个宫崎县的農跟林複合式的農業的地方。次は、宮城県の、水管理の持続性を やっている、ここです。宮城県の水資源灌溉系統的位置是在第四個。この他の赤いマークというものもありまして、全部で11ですが、この4つについて簡単に説明、紹介いたします。那其他的11个地区里面不是梯田的、他刚刚用原点来表示。これがトキです。这个就是朱露。トキ色といって、綺麗な羽の色をしている鳥ですが、あまり、羽の色が漂亮。あまり羽が綺麗なことで捕まえて、羽を取ろうということとか、それから、那因为它的羽毛很漂亮、所以它常常会被人家抓下来、被它抽取那个羽毛过去。あるいはこの鳥は土壌をカエルなどが食べ物ですので、田植えをした後の田んぼに入って踏み荒らすということで、嫌われた時期があるそうです。因为他必须在那个农田的环境觅食，所以他生存其实也蛮受到威胁的。これをなんとか時を守りたいということも動きが始まったのでありますが、結局絶滅しました。那虽然大家也很努力要把猪鹿这个水鸟把它保护下来，办了很多个活动，但是最后非常可惜的，它还是灭绝了。そこでこれではいけないということで、中国から何つがいかの、時をもらって人工繁殖を始めました。所以他们这个地区的人觉得这样子不行了，所以就从中国大陆那边引进几只来做繁殖。そこで人工繁殖に成功して、50とか60とかとなりましたので、一部を野生に復帰させました。那从中国引进来的猪鹿哈，就繁殖了之后大概有五六十只，然后把这五六十只再给它野放。その野生に放たれた時が食べる土壌やカエルがいるような田んぼを作ろうということで、原農薬、原化学肥料などという有機栽培の農業というのを取り入れております。他们为了照顾猪鹿，不让它吃到农药，所以就留了一块土地。是减农药或者是用有机的方式来种植，是专门留给猪鹿使用。これは棚田だけではなくて、平坦地の水田でも
そういうの有機農法というのを取り入れております。不只是在梯田呢，在平野的地方，的田，他们也开始做有机，就为了猪鹿这样子。ここには伝統的に、田植えが一番最後に終わったら、渦巻き状に、田植えをして、この真ん中から田んぼの神様が天にお帰りになるという、神様への感謝の お祭りです。那他们 在收获的水田当中也会在中央留了一撮那个稻米，为了要感谢老天爷赐给大家可以丰收，然后一方面也是把传统的谢天的仪式在这边做进行。伝統文化があるということが必要だと言いましたが、この地元には、太鼓を叩いて、感謝の祈りを捧げるというお祭りがあります。那这个地区也会做谢天敬神的祭典，就是他们这个地区特有的文化的呈现。そしてここで農家の人たちが今まで使っていた農薬や、化学肥料を半分以下に減らした、50% 以下に減らしたというところでは、このマークをつく、お米の袋につけて売り出すことができます。所以为了猪鹿他们减到一半以下的农药使用量的农产品就可以拿到那个认证哈，然后那个贩售的米上面就可以贴这个认证的标章，会比较好卖。さらに 80% 以上減らしたらプレミアムという、ラベルを袋に貼って売り出すことができます。如果很认真减量，减到80%以下的话，会有另外一个标章，然后那个价格会卖得更好。次は石川県能登の、里山里海のご紹介です。接下来是要介绍能登这边的里山里海。ここは行ったことがあられるのは孫さんあられると言って昨日言っておられましたね。有去过这里的孫小姐吗？啊，在会场上那います。小さな田んぼが1007枚とか8枚とかある美しい風景です。这个梯田大概有1700800左右的梯田都很漂亮。これは夕日が沈む時のここら辺の風景です。那张图是夕阳要落下去的景色，是在最前面的海边。農家のご夫婦が田植えをしておりますが、こんなに小さい田んぼです。農家的夫妻就在这么小的农地上面耕作。ここの一つの売りは観光です。那这里其实还有另外一个卖点，就是观光。これが秋の風景。那这是秋天的景色。冬は日本海から冷たい風が吹きつけてきまして、大変厳しいところです。冬天的时候，从日本海吹过来的海风很冷，然后气候真的很严苛，非常非常的冰冷。だけど観光を歌っておりまして、冬に観光客が来ないというのは困ります。但是冬天呢，这样子的严苛的条件，观光客就不来了，那这个地区的人也很困扰。そこで、ソーラーバッテリーを使ったLED ライトを冬の間は夕方から3時間飾るということで観光客に魅力を提供しようということをやっております。所以地区的人就想了一个办法哈，就在那个农田当中、梯田当中拉了 LED 的光线，然后从太阳下山之后就整个打开三个小时，观光客就觉得很漂亮，大家就会过来。
観光ということをやっておりますので、結婚式などもここで行ったりしております。本来只是想要吸引观光客、结果还吸引了很多结婚的人来这边拍婚纱照。そして先ほどは田植えが終わったら神様が天にお帰りになるという紹介をしました。那刚刚也有介绍说收割之后就要谢天嘛，然后就要 祭祀上天。この地域では神様、ご夫婦の神様ですが、秋の取り入れが終わったら農家に行って冬を越されます。那这边的神明呢是一对夫妻，然后在这个地区呢，他们就会收成了之后就来敬拜这对夫妻的神明，然后几乎每一家都会这样子拜。この写真は冬が終わってそろそろ、田んぼに神様がお帰りになるという日にご馳走でおもてなしをしてお送りする時の写真です。送りですね。はい。这张照片是要感谢这夫妻神明来照顾我们的农田，然后要帮他们送行，因为我们已经收成了，感谢你，然后准备丰富的餐点。谢天这样子，然后送别他们。ここに小さな田んぼと言いましたが、私が知る範囲、この田んぼは日本で一番ちっちゃな田んぼだと思います。这一块田呢，在中间的照片是我所知道全日本最小最小面积的田。大きさはこのくらいです。那个大小尺寸就是这一张纸这么大。二株植えたらいっぱいになります。但是上面也种了很多的稻米。两株种下去就长满了。いいですか。次のお礼は。高千穂椎葉山地域の山間地農林業副業複合システム、農業だけではなく林業とも組み合わせた、世界遺産です。世界農業遺産です。接下来的这个世界农业遗产，它的地方特殊的是它除了农地之外也经营森林。世界遺産と世界農業遺産がどう違うかということを簡単に説明しますと、世界遺産というのは基本的に、昔の姿というのを変えてはいけないというのが原則です。世界遺産跟世界農業遺産有什么不一样呢？那事实上就是这样子的区别。就如果是世界遺産的话，就不能够把它做任何的改变，要保存过去的样子。世界遺産は時代の変化とともに人々が食料を作り生計ができるように変えながら持続していくという原則です。那世界農業遺産的話就是要配合当地的人的生存方式，然後繼續的生存下去，不斷的耕作收成，耕作收成的時代的轉變。これものすごい斜面のところに集落があり、棚田があり、お茶畑があります。在这么倾斜的山坡地上面，除了有聚落、有梯田、也有茶园。これが集落の、梅雨の時の風景です。这个是聚落的梅雨は、rainy season。rainy season だから雨、雨季です。这是梅雨季节的聚落的样子。秋の風景で神様、神社がここにあって、収穫の、無事に収穫できた、お礼をするところの、棚田です。
在田梯田旁边也有神社，是给那个神明来居住的，他会保佑我们这一整年的耕作会没有事情发生，会很平顺。ここでも無事に収穫ができたというお礼の伝統的な芸能を神様に捧げるという文化があります。这个地方的奉献给神明的舞蹈哈是非常特殊的，他们会跳这个舞蹈献给神明，然后希望神明可以保护他们在收成的时候整个工作的过程都不会有意外。冬の風景、まあかなり平坦なところもあります。冬天的景色，那往下看也有比较平缓的地区。四つ目は大崎講堂、この伝統的な水田農業を支える大崎講堂というのはこの地域のことですが、ここの伝統的な水管理システムが、世界農業遺産に指定されたという紹介です。这个地方是大崎耕圖这个特色，因为他们有从过去以来的水资源管理的系统做得很好，然后也想尽办法想要维持这样子的供水系统，也被列入世界农业遗产。ここはかなり平坦ですので、棚田とは言えないかもしれませんが、あの水で稲作りに関係がありますので、今日ご紹介いたします。其实它看起来应该跟梯田比较没有关系哦，它只是比较倾斜而已。但是因为它这个水田管理的方式很特别，我也想要特别的介绍。宮城県というのは北日本にありまして、かなり冬は北風で寒いところです。宮城県是在日本的东北，在冬天的时候，它整个都是被雪覆盖的，非常的寒冷的地区。そこで農家は一軒一軒が屋敷林と言いまして、北側に木を植えるという、ことをやっております。那因为冬天从北方来的风是很冷的，所以这边的农家呢，他们都会把树林、森林种在自己的房子的北边，可以挡风。寒い時期には稲が枯れたりしないようにどうすればいいかという伝統的な知識で、深水にすればいい。普通は5センチくらい、水を入れていると思いますが、20センチくらい入れるんだそうです。那为了让这，因为气温一直都是很低的，为了让这些稻米不会被冻伤，所以它会比平常的淹水的程度淹得更多。平常大概淹个5公分，但是他们这边要淹20公分。这样子的话，就借着水温可以让它不那么冷。そのためにはため池とか水路に、水をできるだけ溜めておかなければいけないということになります。所以为了让那个水深比较多的话，整个水路灌溉系统都要一直保持有水。そうするとこういうところにはカエルとか、土壌とか谷石とかというのがたくさんあって、これを食べに来る鳥がいたり、生物多様性は豊かになります。所以为了要保持那个水路是畅通的，那这水路当中的青蛙、螃蟹啊。或者是泥鳅啊，就会有很多的生物，然后上面的这些鸟就知道这边有好吃的，也会过来吃，所以这边的物种会很丰富。今の品種はあまりそんなことはないと思いますが、昔の品種はうるち米よりも餅の方が寒さに強いと言われておりました。现在不知道变成怎么样了。过去一直都说这边的稻作可以耐寒的程度比北方的那几个聚落都还要强。そこで地元の伝統的な料理には餅、これは白い餅、これは餅の上に豆を甘く煮てかけたものですが、こういうものが伝統食として伝えられております。所以在这个地方的当地传统料理也比较跟别的地方不一样，
像那个白色圆圆的是麻吉哈，然后在红色的那个碗上面的也是一种麻吉，然后上面再放一些豆子。ここで4つの世界農業遺産を紹介いたしましたが、次の章は棚田の社会的価値であります。刚刚介绍了四个世界农业遗产，然后现在要来介绍梯田的社会价值。棚田は米を作るというのは当たり前でありますが、その他に雨季の水を貯めるため洪水を防ぐ緑のダムという役目もあります。那梯田来种作稻米是理所当然的事情，但是另外它还有一个功能，就是在雨季的时候，它可以做储水的功能，防止洪水这样子的绿色的水坝的概念。次は地滑りや土砂崩れを防ぐ、あるいは軽くするという役目もあります。再来就是防止地滑或者是防止土石流，让土石流可以不会那么强大，减缓一些的功能。水をきれいにして地下水を作るという効果もあります。它也可以净化水质，然后让地下水可以补充水分。農水省の研究所が棚田に入った水がどのくらいどのように使われているかということを調査した結果があります。農林水産省也有对从梯田流下来的水做怎么样程度的贡献、有哪些贡献也做了研究调查。その結果を見ますと、田んぼに入った水がその田んぼでお米が成長したり、あるいは蒸発したりするのが 10% だそうです。那研究结果认为这些水呢能够灌溉这个稻田长大，然后或者是蒸发，提供那个蒸发的功能大概占了 10%。それから 70%、10%、あと70%が次の田んぼに行ったり、次の用水路に流れたりしているそうであります。日本の例ですね。在日本的例子啊，这个研究的结果是，剩下来的70%的水是流到下一个田再继续供给。あとの残りの20%は地下に染み込んでいってるそうです。然后剩下来的那个20%的，就是渗到地下水进去了。その他、きれいな風景、心が癒される風景を作るということ、多くの生き物を育むということなどがあります。除此之外、梯田的景观可以让我们的心灵可以有一些疗愈、还有可以让野生动物可以生长的地区、也都是梯田的价值。これはその棚田に水を貯めるというイメージ図であります。这个是梯田如何提供储水的功能的印象。雨が降ったら田んぼに棚田に水が溜まって緑のダムを作る。棚田を作らなければこのように一気に流れるというイメージであります。那这个印象就是如果有梯田的话。这些雨水就会下渗到土地的机会比较大。如果没有梯田的话，雨水就马上就是冲到低的地区去了。これは地滑り防止という機能のイメージ図であります。ためた棚田を作るとこういう風になっても、作らないでおくとこういうところから割れ目ができて地滑りをするというイメージ図であります。那如果有梯田的话，有一阶一阶的减缓那个雨水的冲击的力量。那因为没有梯田，所以就会在一个开口的地方，很快就水源都灌进去，然后整块地就会滑走了。イメージだけでは面白くないじゃないかと。実際のことを見せろ。いうようなことが皆様お考えだと思います。
只有印象的推测是不有趣的。我们来看实际上的例子，应该是比较有说服力的。日本にソニーという電気の会社があることをご存知の方、ちょっとお手を。ソニーですね。カメラを作ったり、テレビを作ったり、たくさんおられます。このソニーが熊本工場での話です。ここは IC チップを作っている工場だそうです。IC チップを作るときには、最後の仕上げで、きれいな水で、徹底的にゴミを洗ったりしなければ完成しないそうです。那 IC 板在做成的时候，最后一个关卡就是要用非常干净的水去冲它，它上面不能够留有任何的一个杂质，所以干净的水是非常重要的。そのためたくさんの地下水を汲み上げる。那为了这样子的功能呢，就必须要取很多的地下水。ところが何年か工場で IC ティップを作っておりましたら、地下水が少なくなってきて困ったなということが起きたそうであります。所以在熊本厂的这个索尼工厂，他们操作了十几年之后，发现那个水量越来越少了，然后公司也很头痛。その原因は何だろうかということをこのソニーで考えましたら、上流の棚田がお米を作っていないということは一つの理由ではないかということになったそうです。ソニー工厂就派出研究员来找原因哈，结果他们发现，上面的山坡上面梯田已经荒掉了，这个原因是不是一个很大的影响呢？他们就这么推测。そこでこの工場では上流の中山間地の農家にお米を作ってもらえませんかとお願いをした。所以呢，说索尼工厂就上去拜托农家们继续在梯田上面种作好吗？そうしたら2年くらいで地下水が元に戻ったそうです。然后农民他们种的才两年而已，那地下水量就回来了。これは朝日新聞の2012年のコピーを持ってきました。这个图是在朝日新闻哦，日本一个最大的新闻报纸哈，2010年的10月刊出来的记载。こういうことを農業が持つ多面的機能と言っております。那像这样子就是农业它持有很多机能的贡献。これを農林水産省がどのくらいの経済的価値があるのかということを計算しましたら、日本円で8兆2200億円。台湾とはお金の単位が違いますので、ちょっと頭計算できませんが、こういう数字だそうです。日本的農林水産省他们也做了一个调查，把農業能够产生多少经济的产值，把它计算出来，得到的结果是每年大概有8兆2200亿元的价值。然后这个8兆2200亿元大概台币的多少呢？除以4左右，2兆左右。しかしこれに注意しなければいけないのは、この数字には生物多様性を守る、生き物を守るというのが入っておりません。入っていない。这个8兆2200亿元的经济产值并不包括防止土砂、保护水资源，或者是厨余的处理，或者是防止土砂流出来，或者是让夏天的温度可以下降这些事。没有包含生物多样性的产值。トンボ一匹がいくらの価値があるか、カエル一匹がいくらの価値があるか、計算できない、不可能だということです。
为什么呢？因为大概一只蜻蜓值多少钱，一只青蛙值多少钱是没有把它算进来的，没有办法计算的。しかしここで先ほど8兆2200億円と言いましたが、これが多面的機能の評価ですね。2001年農林水産省がやったもの。一方、2016年の日本の農産物、米、野菜、果汁、畜産物、全部合わせた生産額は9兆2000億円です。刚刚的金额是2001年农林水产省估计的，但是在2016年的时候，农林水产省把所有的农产品的总生产额做了通盘的盘点之后，得到的是9兆2000亿元。この数字の多い少ないは別にしまして、私が気づきますのは思いますのは、この数字とこの数字はかなり近いということです。那这个数字的差额，我觉得在这两个年度做的调查是还蛮相近的。ということを言い換えますと、農家はこれだけのものを作って、農産物を作っている傍ら、こういうところにも同じくらいの価値を生み出していると。考えていいと思います。所以我觉得，2016年计算的这个总农产品的生产额，可以跟我们其他多功能的这些农产人动作的价值是相等的。この数字は、国が農業を守るために補助金をどのくらい予算として組めばいいかということの確かな証拠の一つになると思います。这个金额是日本他们在编预算的时候，相对于这个金额必须要编多少的补助的一个基准。現在グローバリゼーションということで、農産物を世界中自由に行き来させましょうという貿易交渉、市場原理主義というものがだんだん進んでおりますが、その市場原理主義にそぐわないものというのがいくつかあります。现在的社会已经变成是国际化了，自由贸易，其实来自世界各国的产品是很容易得手的。但是除了这样子的趋势之外，有几个是我要强调的事情。一つは食料安全保障ということです。其中一个就是粮食的安全保障这件事。政治に携わる偉い人は国民を飢えさせてはならない。在政治上面也会说，不能够让国民饥饿。それから次は国や地域の伝統文化風景自然、こういうものは輸入も輸出もできない。接下来就是一个国家也好，地区的传统文化还有自然跟风景，这些东西是不能够输出的，也不能输入。先ほど言いました農林業の多面的機能というのは、その地域で農業をやっていなければ発揮できません。还有就是刚刚说的，农林业其实有很多方面的功能。那这些功能如果用输入稻米的话，这些功能也没有办法发挥了。環境ですね、きれいな空気、水、きれいな国土、こういうものも輸出も輸入もできません。再来就是环境，很干净的空气跟干净的水，还有很美的国土，这些东西都是没有办法输入或者输出的。そういうことで、これは国連が2015年に作りました SDGs ゴールズ、サステイナブルディベロップメントゴールズ、これ持続可能な開発の
目標というもの、皆さんよくご存知だと思います。もうあまり説明はいらないと思います。これは2015年、聯合国設列出来的17個能夠讓社會世界更改變得更好的目標，然後可以讓我們的地球可以永續發展的17個課題。我相信大家应该很熟悉。ここに1から17までの項目、目標がありますが、これは全ての国の全ての国民が、こういうことに協力をして、2030年までに目標を達成できなければ、2050年頃には人類にとって極めて厳しい環境の、極めて厳しい地球環境になるだろうという推定をしております。聯合国提出的这17个目标，他们认为如果在2030年的时候，这17个目标在所有的国家都没有办法落实实现的话，在2050年的时候，整个地球应该会是非常的要生存是 很困难，非常的会变得很贫穷的意思。私ども棚田を愛するメンバーは、このすべてに貢献することができるわけではありませんが、一部分のそのうちのちっちゃな力にはなれるだろうと思っております。我是一个梯田协会的成员。我其实没有办法把这17个目标都实现，但是我们的梯田协会可以在这当中几个项目尽一点微薄的力量，但是我觉得我们还是要这么做。今日のこのようなお話をしたことによって、台湾の皆様方と日本の私たちと一緒に協力して、この目標の達成のちっちゃな力になれれば嬉しいと思います。今天的演讲是希望我们一起在与会的每一位来宾，我们都把我们小小的力量拿出来，一起来实现这17个目标，能够让地球更好。これが最後のスライドでありまして、どうもご清聴ありがとうございました。シエシエ。这是最后的投影片，谢谢大家很安静的聆听。少し早く終わりましたが、ご意見、ご質問などお願いいたします。ありがとうございました。有点时间剩下来的。非常谢谢那个安井先生哈。果然哦，大家虽然是下午时间，但是都听得津津有味哈。尤其是美丽的日本梯田的照片哈，就让我们神游了一趟日本最精彩的一些蓬田的一些地区哈。那美丽照片其实我们也看的蛮多，那安井先生提供的每一张都有重要的主题哦。那就我个人我捕捉到的一些重要的讯息，像前半段哦，那个伴随着一年四季出现在水稻梯田的那些野花哦为例，我们台湾很多朋友应该看过 NHK 哈，日本 NHK 制作的那个沙托亚马那个纪录片，那个是以就是琵琶湖周边那些农村社区哈，上级是这些农村社区它的水稻田跟森林的关系哈，那下级就是跟这个湖的关系。那我们看到哇，这样的一个环境当中有非常多的生物哈，两栖爬虫、鱼类，然后昆虫啊，甚至鸟啊等等，跟这样环境的关系。那从今天呢，我们更发现，哎，其实以野花为例，一年四季就搭配的这么好哈、哦，那很多都是在那个这样的一个生产环境当中，也许他们并不是保育类，但是呢，他们非常的丰富，哦，然后也跟这样的一个社区一样，历史悠久，在那个地方和谐共生哈、哦，
我几年前我去过日本那个福井县，那就看到福井县有一些地区他就开始在做一种红皮书，它叫做里山物种的红皮书。那我以前的工作在农委会保育科教学，我其实对自然保育很有兴趣。那我们也知道有一种红皮书就是保育类的啊，哦，不管动物植物列为什么珍贵稀有濒临绝种，就是说我们人尽量不要去干扰它，让它自然栖地可以恢复。可是接触了日本他们在谈在做的这个里山倡议，我就发现其实这样一个里山并不是自然地区那样的一个目标，而是这样的一个半自然有人活动的这些农村地景的环境。也有很多非常多的生物是过去一直在，但是后来因为各种原因也都消失了，那同样值得我们去关心，值得看他们怎么样恢复。那恢复的方法就是我们整个农村要去努力一种友善环境的耕作经营，才有办法让这些物种恢复起来。所以里山物种也不是那么简单，不一定说一定要保育类才值得我们关心去维护。所以这是第一个非常重要的讯息。第二个就是从这些这样的一个环境怎么提供给城市人，特别他们来这边体验来交流来支持。好，所以里山倡议这样的一个活动也非常需要跟城市人一个城乡的交流。那第三个就是后面列举了日本很重要的跟水稻梯田有关的世界农业遗产地，所以大家更看到说哇，这样的一个非常受到肯定的典范，它呈现的是多元的价值，不只是能够生产供给的服务，其实里面有非常多的生物多样性，然后有非常多传统的知识文化，甚至非常大地景的一个维持，一个非常动态的有机的方式去维持，所以最后告诉我们说，那个如果真的以一些为例的话，它的整体的产值也是相当的可观，所以非常精彩的一个演讲。那我们现在大概剩下15分钟，也是一样欢迎我们在座各位伙伴来提问，麻烦开始。哎，请。神出鬼没。大家好，那个我是东方的研究，就是老师今天介绍一下，谢谢。我是东华大学的研究助理，我姓谢。那就是今天老师的各种照片，然后还有就是有提到梯田里面的生物，其实让我们非常印象深刻。那可是我想要问的是，在这样然后还有字体，然后安慰，当我然后自然流程的发展，或者是说那种。不好意思，有点紧张哦。好，那像这样的一些流程，或者说一些城乡交流的那种结构，它的经费的支出是怎么样达成的？那包含说有没有外来的补贴？那我们刚才有看到说，像是也有像生态信息库这样子直接对应的，那我会。其实有在想，这样子讲话是不是前面听得到？如果可以的话，那我们想要外来，他们可能要收音的。越来越害羞了。好，那我刚讲到哪里？好，对，这其实是经费的分配啦。一方面是说它的经费的来源可以是哪些，是不是有在地的配合款以及跟公部门的支持这样子的一个分配的比例。那还有就是说像这样子的一个活动，因为其实我们需要大量的，比如说解说员的培训，那或者是说这些人们来到这边的交通经费，他怎么样去做支持？然后那是不是有一个比较大规模的，比如说由梯田学会或者是由在地的政府做的一个比较统筹规划的考量在里面？对，不好意思，问题有点乱，那就想大致上了解一下，说这样子的一个收入跟成本，它大概可以怎么样分布在这种梯田的活动里面？谢谢。
今の質問は2つあったと思います。1つは、国なり市町村なりの補助金助成制度はあるのかというお話ですね。確認です。他说他确认一下你问的问题是不是有两个，第一个是要问政府是不是有补助金，在地方自治体怎么运作这样子吗？对，そうですね。はい。どこだったかな。はい、助成制度というのはあります。有補助的制度よ。それは直接支払い制度、環境支払い制度。有两种制度，一个是直接补助的，一个是环境补助的。今スライドを出していただきますが、そういうものを組み合わせていくと、農家に支払われる公的なお金は、農家の収入の15% から多い時には 30% くらいになるそうです。直接補助的話、每一個農民大概多的程度可以補助到30%、大概從15%到30%左右會對農民的收入影響這麼多。これかな。Yes。 次お願いします。次の、これ。ちょっと待って。これ。これ。これですね。中山間地域直接支払い制度。これは棚田ではこれくらい。棚田でないもっと緩いところではこのくらい。それ、はい。这个补助就是直接补助的话，对于梯田大概就是刚刚说的330坪，有21,000日币。然后不是梯田比较平缓的地区，就330坪会补助8,000块日币给农民。二つ目は、あまり話の中でくどくどと説明しませんでしたが、多面的機能支払いというのがあります。另外一个补助就是多方面的机能的补助。これは、田んぼに米を作らなくても、土手の草刈りとか、それから、田んぼを作らなくなったからもう自分はみんなが使う水田やため池などの補修などには参加しないというようなことがないように、そういうことを集落でやるということをすると助成金が出るという制度です。就是没有在种作的话，那个耕作的田上面的草去除草，或者是你没有耕作，但是别人还在做，所以你要为了要让这个水道那个水路都可以通畅，
为了让这些蓄水池都可以运作的时候，你也要出来工作啊。所以大家都有出来工作的时候，有出来工作的人就会领到政府的补助金的。次の例は環境保全型農業直接支払いと言います。いいですか？はい、お願いします。那还有另外一个就是为了要保全这个环境、然后对它直接的支付。これは原農薬とか原化学肥料とか有用な農業、有機農業を進めたりするような時の生産活動で収量が減ったりします。これを少しじゃない、いくらか助成するという制度です。那这个方面指的是，你为了要让那个环境更好，所以你减量使用农药的话，那你的产出可能也会减量，然后就对那个减量的部分就有精算的方式，政府会补助。農林水産省はこういうのを組み合わせて支払い制度、助成制度というのをやっておりますが、この他にも環境省とか、文化庁とかというものの棚田、里山、里海などへの助成というのも、あります。那这些补助是只有针对农林水产省付出来的这些铸成金，那其他还有文化局啊、文化省啊、还有其他的环境省也都会有不同的补助金，直接是对着农民的。これが第一の質問。第二の質問は、棚田を棚田で体験、米作りなどをするときに、交通費などはどうするのかという質問でしたね。这是刚刚第一个的问题的回答。那您第二个问题是指说，来参加这个农田的活化的活动的人，是不是有给他交通补助费这样子的问题，是吗？其实我比较想要，比较好奇，他们来到这边，他们的成本，那个成本吗？比如说他开车，他会有？現地まで行くのは交通費が必要ですよね。その交通費の補助するのはあるんでしょう。いや、交通費の補助などというのはありません。これは都市に住んでいる人たちが棚田を保全するためにサポートしようというシステムですので、自分で交通費は払っていきます。私どもが、体験米作りをやったり、生き物調査をやったりするときにも、貸切バスを借りて行ったりしますが、その費用というのは割り勘です。因为去农田、去县地参加活动的人，都是要去支持这一个梯田的这样子的心愿，所以这些交通都是自己付的。然后就像我们去做这些生物调查的时候，我们是都是租车去的，但是租车的时候就大家共乘的人一起来分摊这样子，就都是我们就是想要支持这样子的活动，所以都是自费的。以上でよ。这样可以吗？这边都比较少，来请。我是花莲区农台场游子怡。请安请问可以真的用多漂亮的照片，让我们下午都精神都不错。然后我想要问是那个。この日本の方ですけど、写真はすごく綺麗。因为我有在做原生野花的部分，看到很多野花、漂亮野花的照片，就觉得很开心。然后想要问说，这些日本的这些野花野草，它是不是就是
就有刻意去营造吗？或者是它就是都野生，有刻意有人为的操作吗？然后在日本会有很强势外来种的问题吗？然后有使用除草剂或什么来控制这些外来种的问题？然后另外就是那个红花石蒜，刚才有好多张有那个田埂旁边有漂亮的红花石蒜，那个是自己长的还是人为营造的？然后它是不是有功能性，就是有防止就是老鼠破坏田埂的功能？对，然后那个就是那稻田景观真的可以疗愈人心，因为我们去年做的一个景观的一个就是对人体身心理的消影响，真的可以增加人的正面情绪，跟可以降低心跳，跟降低就是皱眉的那个前额的紧张度。对，所以看大家今天下午的精神都很好，谢谢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 安吉医生先生，谢谢。花は突然に出てきて、そういうような効能性があるんですか？例えばネズミの防止とか、そういうような役割をあるんですか？はい、まず、私の写真を褒めてもらってありがとうございます。首先谢谢你夸赞我拍照的照片，谢谢你。今見ていただきました野の花と言いましたのは、すべて野生の花で、花です。看到的这些野生的花、全部都是野生的、并没有人为特地的栽培。これは、農業をずっと続けていきますと、草刈りをやったり、耕したり、稲刈りをやったり、水を入れて、田植えの準備をやったりしますよね。那就为了要种作，就必须要除草啊，就要浇水啊，就这样子的工作之外，并没有特别的做怎么样的让它生长的方式。それを環境学的な言葉では中程度の自然撹乱と言います。这个是大概在环境当中是中度程度的干扰。この棚田里山というのは原生自然ではなくて、人が手を入れて自分たちが暮らす場というのを作った二次自然ですね。像梯田其实是人为的有干预，然后为了人的生存去操作的。こういうところで人が住み続けて農業をやると、中程度の撹乱というのをやりまして、生物多様性は増えていくということが今までの研究で明らかになっております。所以有中等程度的人为干扰，却会造成生物多样性这样子的结果。现在也都是很明确的知道有这种结果。それで私が紹介しましたのは全て野生の植物です。那我介绍的所有的都是野生的。普段は気にかけないで踏みつぶしたり蹴飛ばしたりして歩いたりしていると思いますが、本当に名前を知ってよく見る写真を撮ったり写生をしたりしますと、だんだんその植物や昆虫などが好きになっていって棚田の保全に役に立つのではないかと思います。其实像这种野花还有这些野生昆虫啊，对我们来说就是很平常的东西，然后走路都会给它踩上去，有时候还会踢它几脚，但是因为我拍照了之后觉得它真的很可爱，所以就会去研究它，然后去把它的名字查出来，然后就把它公布出来让大家看到它们的美丽的。
これで答えに なっているでしょうか。这样子回答可以吗？阿弥陀佛，昨日昨日所有可能的那个，所以他的那只米。嗯嗯嗯，そうそうそう。还有一个，等一下。例えばこの花、日本では彼岸花と言いますが、台湾にもありますか？就这种花台湾也有吧。红花是算。ありますか？はい。この花は、ね、動物が食べるとアルカロイドという有毒物質が入っております。毒の物質。で、これを植える、これが生えているところでは、モグラが穴を開けないと言われていますが、どのくらいの効果があるということはわかりませんけども、この彼岸花にはアルカロイドの有害、動物にとって食べると有害な物質が含まれていることは確かです。防除効果というのもいくらかあるんじゃないかと思いたいです。他说因为它有毒啊，所以有某种程度的防御的效果。然后这些会长土的这些鼠哈，可能就不会想要接近。所以应该有某种程度的效果，但是我自己并没有研究。那这是特意种的吗？还是？わざわざ植えたんですか？はい、わざわざ植えているところもありますが。那这个是。ちょっと言い忘れましたが、日本中の棚田の中で、日本行ったことあられますか？はい。はい。はい。この、と言いますのは、静岡と、糸魚川を結ぶ線。ここで、フィリピンプレートと何プレートか忘れましたが、ここが合わさっております。ヨーロッパプレート。これは、在金刚線、就跟我们台湾一样、是、欧亚板块跟フィリピン海板块的撞击的地方。そこで、西日本、西日本の棚田。これは石垣の棚田、これがほとんどです。それから東日本の棚田は土手の棚田、石がありませんので土手で作ってあります。在日本区分成两个部分、在西边的日本、他们的梯田呢、那个墙哦、都是用砌石堆起来的。但是在东边的日本的梯田的那个墙は都市土地土壤的。あの土手の棚田の場合には、農家でこの花をわざわざ植える人も見たことがあります。特别是土地的梯田啊，农家就会刻意去种这个东西。だからモグラが穴を開けるのを防止する効果というのを農家は期待して植えているのだろうと思います。我相信农民应该是知道那个老鼠不喜欢钻过他们，所以就会故意种这些在梯田的那个墙的地方。嗯，谢谢谢谢。台湾州の氾濫の問題は日本はどうですか？はい。外来種の問題というのは大変厄介な問題ですね。これは、食物連鎖という中で自然に出来上がったバランスというのがあります。これは一つの種類の生き物が増えるとそれを食べる生き物というのが増える。
そうするとそれをまた食べる生き物が増えるということで、数のバランスというのを保っております。针对外来种的问题啊，在日本其实是非常严重的，因为我们比较常做连作，所以连作的话就是会有怎么样的生物喜欢吃它的就会跟着过来了，所以要防止的话就比较辛苦。ところが外来種の植物や動物というものはこの食物連鎖の中に入らないでのさばるという性質を持っていますね。但是针对外来种的侵入现在还没有达到那个平衡点，所以可能它会比较没有天敌，然后就会 更难治理。これはとっても厄介な問題ですが、日本は外国から食料をたくさん輸入しております。また、その他のものも、材木などもたくさん輸入しておりまして、その中に混じって入ってくるという、事例というのは後を絶ちません。那因为日本依赖了很多进口的粮食、还有进口的木材、所以外来种就会在当中夹杂进来。这个外来种的问题是非常非常头痛，我们也是非常非常的困扰，不知道要怎么去解决它。このようなことで外来種の問題というのは非常に厄介ですが、こういうところからもあまり外国に食料を頼るということはマイナスのファクターが増えるということと。につながると思います。所以要提高粮食自主力也是一个很好的方式，因为如果再继续进口的话，可能又会有新的外来种又会再进来了。台湾でも外来種という問題は大きくなってきているのでしょうか。台湾也是被外来种的问题渐渐的困扰住了吧。您的看法？对啊，我们现在田埂就很多很强势的一些像花仙果草之类的，对。然后你们晚点要去那个丰南那里，我四五年前有种花石蒜，红花石蒜，可惜现在不是花季、啊。对，我们也有种，对，然后当时还有种台湾百合。可是百合全部都被山猪挖掉了，然后山猪知道石蒜有毒，石蒜都那时候还在，现在不还在。对，谢谢。明日か明後日、ねえ、そのところは彼女はわざわざと固有植物を植えたんです。やっぱりイノシシが嫌いで近づかないです。でもユリは美味しいですから、イノシシは全部食べてしまっちゃう。そういう問題あるのですね。なんとかお互いの協力でこの問題を軽くしたいですね。那就是要大家一起来合作，把这个问题把它慢慢的解决，这样子。はい、ありがとうございます。谢谢。那个，因为我们时间已经超过十分钟了哈，没有关系，我们马上接着呢会有一个综合性的讨论哈，经验的交流，那就让我们以掌声感谢我们安吉先生还有尤老师精彩的演讲跟翻译。接下来进入经验交流与综合讨论，请主席宣大平秘书以及各节讲者。与主持人移驾至前方主持位置共同主持。各位来宾的资料袋中备有发言单，请提问的来宾填写后交由工作人员会诊，谢谢您的配合。在此提醒，本活动备有专车接送各位来宾前往花莲火车站候站，请需要专车接送的来宾于会后本活动结束后十分钟前往今日下车处搭车，
专车将于活动结束后十分钟准时开车。请找这位陈小姐，谢谢。需要公务人员终身学习认证时数或未完成登记者，请至四楼会场外进行登记，谢谢。工作人员帮忙把椅子稍微搬前面一点，因为麦克风不够长。那我们等一下的综合讨论就马上开始啊。那我们灯光现在还在预热中啊，所以请大家先稍等一下啊。Please.